広島に戻ってきたのは、これ久しぶりになるんですか。そうですね。昨日、一昨日、帰ってきたばっかりですね。はい。まあ、なかなかこう、広島駅に降りることがなかったので。うん。あ、確かに、そうですね、はい。広島駅に降りた途端、なんか。すごい、こう。なんですかね。うん、今までにない感情が。出ました。す、うん、っていうこの空気が。はい、あの、気持ちよかったです。うん。はい、まあ、苦しいことも。多かったですけど。うん。 まあ、本当、えー、幸せな、えー、プロ野球生活というか、まあ、本当に、うん、家族のような、うんえー、あ僕も少しでありますがちょっとあの違うチームに行きましたし、うんえー、本当にカープって外から見ても、うんえー、離れてもやっぱいいなというふうにはすごい思い思ました外から見るカープというのもやっぱり違いはちょっとありましたかいや本当 こ,こはまあ本当この1年ですかね、すごいあのいろんなものが見えたというか、まあ、本当いろんなことも思い出,思い出しましたし、まあ、本当、貴重な1年を過ごせたかなと思います、ね、あの優勝は国母さんにとっては、どういういもんでしたかそうですね、えーまあ、本当ずっと入団した当時から、やっぱあの他のチームの優勝っていうのを見て、うん 悔しい思いもしてましたし、まあ、なんとかこう年々やっぱ優勝したい気持ちにもなりましたし、うん、まあ本当、ちょうどまああの選手会長をやらせていただくタイミングだったので、はい、なんとかみんなでつかみ取りにいこうやって,って始めた優勝だったので、まあ、ほ、まあ、ほっっっととししててた感じですかね,ねあのシーズン前におっしゃってましたよね、はい、25年ぶりの優勝っていう。はい やっぱあの時からもうちょっと心にあったんですか。かいや、もうかなりありましたね。もう本当オフっていうか、まあ。その前の年にちょうど。あと一勝したら CS に出れるっていう試合で負けて。うん、もう本当そこで、僕はもうすごい。自分で感じたというか、まあ、本当この。素晴らしいこのファ、カープファンの。皆さんとこう喜び合いたいなっていう思いから始まった。ものでした。うん、まあ、いまだに。 いろんな広島の人にあの時の広島市内はすごかったよっていうのを聞いて、むくみたいですねです。悔いや後悔というのはないですか。そうですね。うんん悔いうん悔い後悔ないですね。はい。まあそうですね。まあ木なんて本当入った時はやっぱり周りにすごい選手がいっぱいいましたし、やっぱプロ野球ってまあ足が速かったり、はい。 肩が強かったりボールをすごい遠くまで飛ばせる選手がいっぱいいるので、うん、まあその中でやっぱ入った時から自分は体もちっちゃかったですし、うん、こうなんていうんですかねこう、まあ、本当ここまでできるとも思ってなかったですし、うん、なんかもう一年一年どうやったら生き残っていけるかっていうのも考えながらずっとやってきたので、うん、もう限界でした自分でした決断だったんですけど、はい、やっぱり苦しいというか。 まああの本当に心が折れそうな時って何回もあったんですけどそのその度にいろいろな人に支えられて、うん、もうひとん張りもうひとん張りってできたので、うん、またえ去年とはいろんな違う景色も見れましたし、うん、うん本当にまあこの1年はあの僕にとってすごい宝物の,の1年になったかなとは思います。何もかもか今まで とは違う、うんうん。そしてまあ半年間離れてたので、はい、やっぱりチームでやるのっていいなっていうふうに思いましたね。全くカープでは経験、まあ、はい、ある種できなかったものが経験できたで、ね、ということですね、はい。そうですね。まあ本当ずっと思い描いてやってて、はい、まあ届いた時はどんな気持ちだ、すごく嬉しいのかなと思ったんですけど、まあどっちかというと<お>もうすぐあ,あのやっぱり優勝争いもしてましたし。うん、そうですね。 うんまあどっちかというとあんまりしいというよりはもうやらなきゃというあのそっちのこうなんていうんですかねバッターバッタとチームに入っていたと思うんですがそういった中であのホームランというのは私も見ていてちょっと鳥肌が立ったんですがあの時の時心境っていかがでした、はい、もう本当に、またみんなの名前も覚えていないというか。ですね うん、なんか本当に無我夢中というか,、うん、なんかゆっくり振り返る間もなく、うんはい、終わって、うん、まあちょっとホテル帰って、はい、あの皆さんから連絡いただいて、うん、あのちょっと一瞬だけ、うん、あの余韻というかこう、うん、浸りましたけど、まあ、本当次の日もすぐ、えー、マリンスタジアムに戻って試合だったので、はいうん、あんまりあのそうです、ね、あんまりこう。うん 味わえなかったですね本当カープはやっぱり本当にこうなんていうんですかねこう球団もそうですしやっぱ選手も首脳陣もやっぱファンの人も本当にこう一つになってるというかうん、まあ、いい時も悪い時もみんなでこうっていうのがやっぱりすごい感じましたしうんやっぱりよその外の球団もいいとこもありましたしうん、まあ、その経験は多分僕しかしてないので。そうですね なんとかこれから生かせるように頑張りたいなと思います。改めて感じる広島の良さみたいなものありますか。まあ本当こうなんていうか、ね、こう町町中みんなで応援してもらってるじゃないですか。まあ本当それって幸せなことだなって思いましたし、うんうん、やっぱりこう注目度やっぱ高いですよね。そうですね。はい。それはすごい感じました。うんはい。 おしゃれででしょ靴下履かない <laughs> そうです、ねはい。お好きですかファッション、えー、そうですねあのいや今はそんなことはないんですけど昔はストレスなんていうんですかねこうお金を稼いで、うん、あのそういう服を買うのとかこうすごい憧れてああの学生時代の時にプロ野球選手になったらかっこいい服買いたいなとかずっと思ってたので。 講師ともに仲の良いカープの選手って、どなたですか。講師ともにですか。うん、どうですかね、本当にみんな、あの、本当カープの選手仲良い,いことが。ですけど、はい、やっぱりそうですね、やっぱ。まあ、相沢だったり。ええ、松山。っていうのは、やっぱ、まあ、松山は同級生で、やっぱ相沢にはね、こう、本当に僕が選手会長の時に。うん 副会長をやってもらって、うん、すごい何回も言い合いもしましたし喧んかもしましたし助けてもらったのであの、まあ、みんな仲いいんですけど、うん、あのその中でも挙げるとしたらそう梅澤、ね、選手であったりですね。はいはい